じゃあ、でも行きたいと思います。1曲終わったから母さんを迎えます。あの時あの人にあの時あの歌に、おいら合わなかったら歌を歌いなんかならなかったよ。歌という引力に引き寄せられたかのように容疑者は俺らも乗せて目指した中地下僕じゃ乗り、あれは始終と6年前のこと。中地の中には日本中の青春がごった返していた。ステージではフォークソングの熱い風が吹いて、あの人の歌が肌に突き刺さる。カン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 、俺の心のスケッチブックを、カンカンカン、真っ赤に染めた人よ。第2回中津がポップジャンプリング、多くのポップ姿たちが集まり、岡村氏、あがた森よ、春年巻き六文線、一つの赤い風船、寒いステージでは拓郎の人間なんてラララが聞こえてきた。香川亮、友部正人、斎藤たちの凪良啓一、渡るさんもいた。だけどカン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 、心に響くブルースの鐘はただ一つ。カン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 、俺の優しく犯したブルースの鐘よ。それがいくつもいくつもいくつも通り過ぎて、と気がつけば俺は創作真剣な歌を歌い、カン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 、明日が見えない夜は、カン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 、あなたの体の寝起き、もう一度会えるならあの人に会いたいぞ。幻の汽車に乗るんだ、夢が枯れる
sono margini. あの人に出てきてもらいます。母さん、やってきました。